メリカ人に殺されても怒らないで。What's poppin? Hey guys, Steven. セグです。みちゃんです。今回はですね、はい、アメリカ人がよくやってしまう癖で、まあ、日本人を怒らせてしまうかもしれないもの。おお、そんな癖がある。文化の違いですね。文化の違い編です。お願いします。はい、やっていきます。Let's get this started!ということで、うん、なんかこうアメリカの人が無意識にやってしまうこと、うん、でなんか日本の人がめっちゃこの癖びっくりしたっていうような声が上がってるので。上がってるんですか、みっちゃん調べによると。調べによるとね。あ、イメージできへんけどね。できない、うん、まあ、言われたらあーって言うかもしれない。あ、マジ、うんうん、順番にやってきます。順番何個ですか。今日は3つやってきます。3つ、うん、3つの癖ですね。3つの癖です。 OK です。はい、1つ目、下打ち。下打ち、はい、これは日本人怒るで、されたら。そうだよね、されたら怒る。まあそうだね、最初困惑してすぐ怒るっていうか、どっちみち悪い行動やね。まあね、下打ちはね、よくないけど、うん、下打ちっていうのはその下打ちに聞こえちゃうっていうだけで、うん、なんか別にアメリカの人も良かれと思っていけないってやってるわけじゃない。うざいな、今の。今のちょっとうざかった。はい、っていうわけじゃなくて、うん、なんか下打ちのなんかっていうこの音、うん、そうが話してる時に入り込んじゃうの。入り込んじゃう、アメリカ人が英語喋ってる時。そう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 。どんな感じでなんかできる実演みたいな。なんか、みたいな感じ。また今の。うん、割と結構大きな舌打ちでした。まあ、ちょっと大きくした、聞こえるように。あ、でもなんか、うん、考えてる時にやっちまいがち。やっちまいがちですか。そのどういう意思で出すの。いや、出してるわけじゃなくて出ちゃうの。出ちゃう。なんかこれとか、みたいな。できる今の。それ舌打ちだわ。何が違う。なんか気持ち悪いな、ごめん、俺がやったら気持ち悪くなるわ。なんか、腐る音出してないの。今のなんか口の中ぐちゅみたいな。わからん。これアメリカ人よくやるんや。そうね、言われてみれば聞くし、なんか私も、ね、日本人のママに、はい、下打ちやめなさいっていうか、なんかそれやめなさいとか。あ、まあそうだよ、ね、他の人にもなんかよく下打ちするよねって言われたことはある。あるんや、やっぱり。全然気づかないもの、うん、だから本当に自然です、まあ、日本人の耳からするともう下打ちに聞こえるから。聞こえないと思う、うん。でこういつ出るかっていうと、考えてる時で。考えてる時とか、なんか、うーんとかさ、かぶる。あ、ごめん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 、はい、聞こえないよ。はい、もうお願いします、お願いします、はい、例えばなんか、うーんとか、I mean like今の大げさだっけな。これは結構確かに知っとかないと勘違いしちゃうね。そうね、うわ、かま、うん、それいけ。それは舌打ち。それは舌打ちやな、うん、それ悪意があるわ。悪 100% バレたバレたバレた、うん、まあでも例えば俺たちがね、留学行った時にアメリカ人とかがそれしてたとしても、別に怒ってるわけではなく、うん、ただなんか自分自身に考えているってこと。そうそうそう、考えて、うん、まあ何か発言する直前みたいな感じ。逆にだから俺たちがそのネイティブに近づけるポイントとして、これ使えたらかっこいい。かっこいいというか、よりネイティブっぽいって感じ、うん、いや、やんなくていいと思う。あ、やんなくていいですか、うん、はい、私も言われるまで気づかなかったくらいだから。あー、なるほど。やったとしても別にネイティブは分かれへんと、そもそも。そうそうそう、うん、それが自分でアメリカ人特有の癖とも思ってないぐらいやから、うん、アメリカ人とか、まあ英語話者とか、もしかしたら他の国でもやるかもしれない。あ、ほんまに。ちょっとみんな他の国のこと知ってる人がいたら教えてください、うん、このうんみたいな。 俺できへんねんけどな。なんかフランスの人とかやってそう。ちょっと偏見だけど。偏見やな、これは。ごめんなさい、はい、だこれちょっと気をつけてくださいと、はい、いうことですね、はい、はい、2つ目、はこれはやばいわ、これはあかん。はいや、それはちょっともう行くで。と、うん、いうことで、これはあのなんか歯みたいな、歯にハテナみたいな感じだね。に聞こえちゃう、日本語では。マジ？でも、うん、アメリカでは、まあ、英語の、うん、英語話す世界では悪気なく、うん、えって言ってるだけなの。あー、まあでもそれちょっとわかんねえな、俺も中国、あの台湾の方に留学した時に、台湾人も聞き返す時の言葉が歯やね。あ、そうなんだ、うん、まさにじゃん。まあだから俺はちょっと体勢はあるけど、俺もだけ最初台湾の人にそれ言われた時めっちゃビビったもん。怖くて声出へんなった。そう、はって言われて、そんな俺でさ、顔注文しただけやのにと思ったんやけど、その時ちょっと恐怖心持ったから。多分留学したことない人とか慣れてない人ビビると思うで。確かに確かに、うん、もしくはちょっと気の強い人やったから怒るかもしれない。何言ってんじゃんみたいな、日本人やったらね。確かに、いきなりハートはみたいな。うん、何言ってんのみたいな。確かに、これね、発音でもちなみになんか歯じゃなくて、まあ、歯んみたいな感じ。はん、そう、はん、鼻抜ける感じ、はん。だこれ聞き返すときに使う感じ。あ、そうそう、まさにそう、うん、台湾と同じで、うん、聞き返すときに聞く、なんかんとかえっていう本当にカジュアルな言い方。アメリカ人は悪意はないの。悪意はないよ、普通に聞き返すときに使えるんだ。確かにカジュアルな中で、正解なんかねって言われて、はんはんみたいな、はんなんか、はんみたいな。それでなんか、うん、は
ってやったら、さすがに顔もあるし言い方もあるから、うん、まあなんかこいつっていうのはすごく正解なんだけど、なんか単純になんか、ん？ここなんかやってて、ん？みたいな。ああ。だったら、え、今の結構誇張した？そう、誇張してはない今の。今の誇張してないな。ああ、割と強めやね。あ、強めだった？は？結構強めやね。日本もたまにあるやん、そういうの。え？とかやったらわかるけど、日本人こんな感じやなんか。え？みたいな。え、嘘、そんな。は？そんな毎回方法したじゃん。え？は？みたいな。は？みたいな感じ。嘘。さっきのみーちゃんはなんか、は？で、ここはの強さ結構音が強かったから。低かった？ちょっとこう前に出てたって感じ。日本はこうはって感じ。は？は？まだ誇張したか。わかんないわかんない。え、わかんない。ちょっとね。え、わかんない。遠くの人にはなんかあえてはみたいにやるかも。それは結構日本ではせえへんわ。遠くの人にはっていうのは若干生きてるというか、ヤンキー学校やったらちょっとやられるわ。ヤンキー学校。ヤンキー中学やったらやられるぐらい。生きてるんだお前みたいな。あ、生きそうなの。ちょっとわかんない。ごめん、俺の偏見かもしれない。俺のいた中学はそんな感じだったから。ヤンキー校行ってたのね。はぁ？難しいね、でも。はぁ？あ、やるわやるわ。遠くの人にはあえてなんか、はぁ？結構強く感じちゃうね、うん、でもこれは別に悪気はなくただ聞いてるだけだと。そうだね、いうことやから、うん、自分がそういうことされた時にも別になんとも思わずに、うん、なんとも言ったらいいし、逆にこう使えるね、この、うん、これはまあ使っていい。ここ一個注意が必要で、やっぱりさっき言ったみたいにカジュアル、非常にカジュアルで、なんかえとかんっていう言い方になるから、日本語で言うと、うん、だから本当にもう親しい中にしかやらない方がいい。あ、英語でもね。そう、英語でも、はいはいはい、だからまあいわゆるその先生とかにもう歯を使いまくるとか、もしくはまあ上司とか、本当は敬語使いたい相手に対して使ってるとちょっとやばい。そうだね、なるほど、うん、その場合まあ、うん、excuse me とか、いや excuse me みたいな、うん、いうのがいいってことね。そうだね、なるほどなるほど、そこだけ注意、ちょっと注意してください。はい、3つ目、相槌が少ない。おおおお、どんなぐらい。これ思ったことない。でもそもそもアメリカ行ったことないからね。あ、そうかそうか。そう、これはもう純粋に話を聞いていて、うん、もうなんか相槌が少ない、もう反応が薄いっていうこと。どんな感じ。じゃあ俺が喋るからちょっと、ね、あ、まあ日本語でちょっと喋るけど、みーちゃん、あの昨日あのパスタ屋行ったんやけど、パスタであの巻いてくるくるして食べたら美味しかったっていう感じちょっと笑かそうと思うんだけど、ね、笑えなかった、うん、まあっていう感じで恥ずかしい、美味しかったって言ったのあ、噛んだのね、うん、あ、じゃあわざと言ってん、わざとだったんだ。まあとにかく途中でさ、なんかうんうんとかそうなんだとか声に出してもないし、うなずいてもあんまなかったじゃん、うんうんうん、ちょっと今の反応割と薄くして、まあでも面白くなかったなそれあるけど、まあ、とにかくメンタル、まあ日本の人はその話を聞いてるっていうのを相手に示したいから、うん、こう、うん、うんうんうんとかめっちゃうなずいたり。今もね、この YouTube でそのみーちゃん話をずっとうんって言ってるからうんうんって確かに確かに、なるほどねってずっと言ってるよ。わかるわかるわかる、うん、わか聞いてる。でも私も言う方だからわかる、うん、わかるよ、そうなのよ。でも、うん、見てるさ、皆さんもさ、うん、視点をやっぱり一斉家に合わせるから、こうやっぱりうなずいてくれた方がさ、まあまあ、聞いてる感出るよね。だと思ってる、うん、俺も、まあ、自然に出てるっていうのもあるけど、うん、言ってる、yes、これがほぼ少ないってことというよりは、特徴としては多分日本の文化的に結構それを多くやりがち、みんな、と思うっていう人が多いと思う。で、あとその、そうなんだとか、へーとかっていうのをこう、愛の手を入れる、うん、頻繁に入れるもんね。頻繁にそう入れる、なるほどとか、俺の場合はそれがほぼなる。なんかどんな感じ、本当にがその日本ほどないっていうだけ、アメリカは。あ、で、まだそれを比べると反応薄いなって考えちゃう人が多いと思うんだけど、うん、まあ、とにかくその、なんだ、相槌を入れる頻度が少ないとかかな。あんまりそんなになんか毎回なんか、うんとか言わへん。あ、そう、なんか毎回こう一文言うごとに、おー、へーとか、うんとか、まあいらない、まあ、うん、やーやーとか入れたりするけど、うん、やーとか、right とかたまに入れるぐらいで。あ、毎回のその丸文ごとには言えへんって感じ。そうだね、言わないね。あ、じゃあ今俺がネイティブ英会話で言ってる頻度はもちろん日本の標準やん。そうだね、うん、うん、だからもし俺がそのアメリカ基準だったら、うん、こう本当にこんな感じ。まあまあまあ、そんな感じだね。そう、一旦その私に話を終わらせてから、あ、今のはさみたいな感じで来るっていう感じ。うぜえ。なるほどね。で、こんな感じでしょ。全然違う。え、違うんだ。うなずきすぎってば。あ、うなずき、あ、じゃあこれも、これもなんかないんだ。いや、今私何思ったか分かる、うん、ふざけてんのかな。いや、違う違う違う、なんか話聞いてないなと思ったので、まさにアメリカの人は相槌がありすぎるとこれ思っちゃう、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、だからその多くやらない。相槌多すぎてやばいんだ。逆に気をつけなかんな、うん、あ、じゃあちょっともう一回話してみて、アメリカ人の感じで俺が学んだ上でやるわ、はい、なんか喋ってみて。清家っていう人がいて、なんかちょっと髪の毛いつもくるくるパーマでよくわからないんだけど。あ、こんな感じ
こんな感じ。いやいや、話し終わったらなんかコメントする。ああ、なるほどですね。ああ、それは違いますね。くるくるパーマじゃないですね。しょうもない。難しいね。難しい。でもこんな感じ、その話し終わった時に、あ、それは違うんじゃないかな。それは違うでしょうみたいな。まあ、ちょっと今ね、私の話が短かったから難しいけど、うん、なんかバーって私が説明したり話してるときに、いやいや、今アメリカバージョンやってる、してる、してる、うん、その感じ。そう、なんか私がこうやって説明して話してバーって話してるときに、毎回毎回うんうんとか、うーんなるほどねっていうのをなんか毎秒ごとやんないみたいな感じ。なるほどね。あ、そうそうそう、今このタイミング、はいはいはい、ここな感じね。こんな感じ。聞いた後になるほどねとか、そう、いや、そうそうそう、あ、すごいな。結構、まあ、知的な感じなのかな、ちょっと分からへんけど。いや、知的っていうかな、ね、でもちょっと話しろよ、俺やったら緊張しそう、なんかの反応しろよみたいな、なんか、まあそうなるよね、ちょっと気持ちよくなれへんな。確かに確かに、うん、そう、だから反応してもらった方が嬉しいっていうのがまああるし、うん、まあ、日本はね、そう、アメリカの人の考え方としては話してる途中にめっちゃこう反応されると嬉しいっていうよりはなんかちょっとちゃっちゃ入れないでみたいな、私の話をまず終わらさせてから反応してみたいな感じなの。なるほどね。面白いよね。いつもでそう思ってんの、うん、いや、やめろじゃあ、じゃあ、じゃあ、ちゃんとうなずいてね、気持ちよくしてるわけですよ。ない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 。もちろん俺も自然に出てるけどね。はいはいはい。あ、でもこれ結構驚きやな。ちょっと面白いね、これは、うん、自信なくなりそうや、それ知らん前提で留学いたとして、ね、なんか俺が頑張って話してるのにこう、いや、そんなね、なんかあからさまになんか、うん、無表情とかじゃなくて、あ、じゃあこんな感じでこう、なんか、こんな感じでしょ。そうだね、そうだね。はい、はい、そうだ、そうだ、なんか、right、 OK みたいな。なんかちょっと緊張するわ、もうちょっとこう相づち欲しいわ。まあね、まあでもその合ってるか分からへんし、この英語は自分の英語伝わってんのかなみたいな。確かに、ところどころこのピリオドごとにうんって言ってほしい、フィードバック欲しいみたいな、うん、なるほどね。まあ、そう考える考え方もあれば、なんかアメリカ人が聞き手の場合はだから、いや私はちゃんと敬意を払って最後まで話を聞いてるんだ真面目にみたいなのを表してる。あ、難しいな。お互いがこうね、ぶつかり合っちゃうというか。確かに、これは本当にだから日本人も注意しないといけないね。日本人が海外の人の意見、アメリカ人の話を聞くときに、Yes, yes, ah, yes, yes, that's right, that's right とか言うとちょっとやばい。マジでね、あのね、ふざけてんなって思う。あと、うなずきも多すぎると結構やばい、なんかちょっと、まあ、ちょっと奇妙。そうね、過剰だとね。みたいなのは聞いてないように、うん、日本人でも思うと思うけど、まあ普通に。まあまあまあ。ちょっとかって俺結構しがちやから、これやばいってことね。まあそうだね。まあやばいっていうか、まあ、誤解される可能性は、誤解される可能性もある。え、これ注意ですね、うん、難しいね。でもこれは難しい。これちょっとこれを思った上でこう海外の映画とかコメディショーとか見るとまた違う視点で見れるかもしれへん、うん、はい、ちょっとこれ皆さん練習してみてください。練習っていうか、あの、慣れるようにね、ちょっと注意してみたら面白いかも、ね、見てみてください、うん、はい、ということで今日ここまでです。皆さんアメリカ限らず海外の人と接する中でなんかこう、うん、誤解したこととか、今のこの人怒ってんじゃないとかっていうのもしあれば教えてほしいです。なるほどね。ちょっと皆さんを待ってます。はい、はい、まあ、僕の例で言うと台湾人結構ボディタッチが激しいんで、おー、勘違いしちゃった。勘違い日本人しちゃいがちですね。こういうの彼氏がいる女性でも全然こういうのやからやってくるから。それ彼氏はどう思うの？分からない。そこまでちょっと真相を追求したことないけど、もうでもそれやってる人多かったよ。ちょっと勘違いしちゃった。勘違いした。え、俺のこと好きなみたいな。いや彼氏いるんかいみたいな。彼氏いるんかいになったっていうのはちょっと台湾のね特性として僕は感じたところみたいなのをちょっとお待ちしてます。はい。この動画でわからないことあればコメント欄までお待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。Okay, this is it for today. Thanks for watching our video. We'll see you tomorrow. Bye for now. よく聞く。あ、空きれい。